心診療所チャンネル。今回はパニック症を疑う3つの場面プラス1ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。パニック障害、パニック症はパニック発作とまた発作が起こるんじゃないかという予期不安を伴う脳の不調です。で、このパニック障害に関しては、治療法、抗うつ薬と脱患者法ということで確立されていまして、早めに対処すると改善が見込めます。なので早期対処が非常に大事だということがあります。一方で、特にあまり典型的でない場面において、長い間気づかないということがあったりします。あとは、例えば電車だけは苦手という場合に、その場面を回避することによって、表面上は生活ができる。ただ、いろいろ生活に不具合が続いてしまうという場面があります。こういうことは非常にあるんですけれども、早めに対処して、生活の損失というのをなるべく少なく抑えていきたいというのがあります。ということで今回はパニック症を疑う3つの場面プラス1ということで話をしていきたいと思います。まず1つ目としては電車での急な不調です。電車に乗った時、特にこれは満員電車が多いです。あと体調が悪い時やストレスを感じる時に多いともされますけれども、電車に乗ったら急に不調が出る。吐き気やめまいなどが出るということがあります。これは一番典型的な例になります。こういったいわゆる閉所恐怖というのがパニック障害で一番典型的に起こりやすい場面。他の例としては会議、映画館、あと歯科治療や MRI 検査ということもあったりします。いずれも抜け出したり逃げたりしにくい場面というのが特徴になります。二つ目が寝る前の急な不安ということがあります。一日が終わって明日のことを準備して寝ようとすると急な不安だったり動悸、吐き気などが出ることが出てくることがあります。特に翌日にプレッシャーがある日などに出ることがあります。なぜならば夜寝る前というのは夜でもありまして、一種の心理的な閉所に近い、そこから抜けることも難しい場面ということにもなってきます。これは確かに閉所ではなくて典型的ではないんですけれども、特に繰り返す場面は、これパニック発作になりますので、注意が必要になります。三つ目が、過換気や過呼吸。運動などしているときに過呼吸になったということ、これは繰り返すようになったということがあります。よく過換気や過呼吸、運動などで出てきますけれども、これはもうあんまりパニック発作と絡めなくて、単体としてペーパーバッグをしたりとか、必要があれば救急車に乗ったりとか、そういった対処をすることがあります。で、一見パニック発作と結びつきにくいんですけども、これは自律神経の急な興奮ですので、パニック発作の一種になります。なので、特に繰り返す場合は、もう根本的な治療としてはパニック症の可能性を考えて、検討してみてもらえたらというふうに思います。プラス1としては、ストレスの中の急な不安ということがあります。大きなテストの前、嫌な相手がいる、プレッシャーがかかる場面。これも、ある種パニック発作になります。ただ、これはパニック発作なんですけれども、ストレスへの反応ですので、どちらかというと適応障害ということになります。ただ、これは適応障害なんですけど、影響は強いので、やっぱり対策を検討していただけたらと思います。今回はパニック発作を疑う3つの場面プラス1ということで見てきました。パニック発作は典型的な閉所で起こりますけども、実際は閉所じゃなくても寝る前であったりとか過換気とは違う形で起こることもあります。その場合でもやはりパニック症の治療が重要ですので、早めの対策を心がけていただけたらというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。